皆様新年あけましておめでとうございます。北区議会議長渡辺勝弘でございます。年頭にあたり、区議会を代表して。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。皆様におかれましては、年末年始。コロナ特別警報が発生される中。ご自身の、そして大切な方の命を守るため。さまざまな対応のもと。 新年のお迎えになられたことと存じますまた年末年始も命と暮らしを守るため厳しい環境のもと医療等に従事されている皆様をはじめ多くの方々に深く感謝し心から敬意を表すものでございます区議会からの挨拶もこのように 画面越しとなりましたことを何卒お許しくださいそして日頃より北区議会に対し多大なるご理解ご支援を賜り誠にありがとうございます改めまして厚く御礼を申し上げますさて今年はいよいよ北区ゆかりの偉人日本を代表する経済人の一人である 渋沢栄一王が主人公の NHK の大河ドラマ晴天をつけが2月14日からの放送予定です北区では渋沢北区晴天をつけ大河ドラマ館をはじめ渋沢王にゆかりの深い飛鳥山周辺の整備や渋沢王にちなんだ各種の事業を進めております また、北区と東京ベルディおよび日テレ東京ベレーザは令和2年7月31日にホームタウン活動における連携協定を締結いたしました。さらにフランス学園から要望書が提出されたことを受け旧滝野川第6小学校跡地の利活用に向け検討と協議を行っています。 区議会としても帰宅を広く発信していくためにこれらの多くの講材料を活用しつつ引き続き都市ブランド推進特別委員会の活動をはじめ帰宅と連携しさまざまな機会を捉えシティプロモーションの一層の推進地域振興地域の活性化のため取り組んでまいります。 昨年を振り返りますと、令和2年という年は、コロナウイルス感染症の対応に追われたような一年であったように思います。最近ではやっとワクチンの開発などの朗報も聞こえてまいりましたが、先行きはまだまだ予断を許さない状況が続くものと言わざるを得ません。北区では、国との各種給付事業に合わせて、新生児・ 臨時特別給付金をはじめ新型コロナウイルス感染拡大防止のため改装や設備購入を行った店舗や事業所にその経費の一部を補助するなど新型コロナウイルス対策設備投資支援事業なども取り組んでおります。区区区議会とといたしまししまても引き続き続協力をし区民の皆様 事業主の皆様の声を区政に反映させるべくそういう工夫のもと事業の一層の推進に取り組んでまいりますそして全力で地域産業の活性化に取り組み活力のある帰宅元気な帰宅を取り戻してまいりますまた区議会ではコロナウイルス感染防止対策の一環として本会議場また 各委員会室などにアクリル板を設置するとともに、予算特別委員会、決算特別委員会では会場を委員会室から本会議場に移すなど、感染防止を徹底しつつ、密度の濃い審議を行っております。今後も、二元代表制の一役としての役割を的確に果たし、区民の皆様の声を区政に、 より明確に反映させるべく十分な感染防止対策を行い円滑な議会運営を行ってまいりますまた、昨年は熊本を中心に九州や中部地方など日本各地で発生した令和2年7月豪雨や記録的な猛暑に見舞われコロナ禍における北区の防災・減災対策の 課題がが浮かび上がりました進展する少子高齢化や増大する社会保障費への対策 ITICT の活用そして人生100年時代への取り組みさらには SDGs 持続可能な開発目標への対応をはじめとして北区が解決すべき課題が山積しています。 今後も区民とともにの基本姿勢のもと地域の顔が見える絆づくりを進め区民の皆様が主役のまちづくりを推進するとともに社会情勢の急激な変化や技術革新の波に的確に対応するため令和5年度策定に向けた着手した新基本構想の検討の時期を後期と捉え感染・ 就職後も新しい社会を創造し社会変化のスピードに乗り遅れない仕組みづくりりののためめ検討を進めてまいりまいすそして防災・減災の諸課題解決や待機児童の解消をはじめ高齢化の進展本格化するまちづくりへの対応など地域課題の解決と新たな時代への対応に向けて 精力的に取り組んでまいりますそして区民の皆様からの厳正なる負託に応え北区の未来への展望を切り開いていくことが私たち区議会議員の責務であると決意を新たにしているところです本年も議員全員が一丸となって議会のより一層の活性化に全力に尽くすとともに区と力を合わせ 新たな時代に未来へ希望を紡ぐふるさと・帰宅を実現するため感情論ではなく財源など根拠に基づく政策事業の推進と課題の解決に向けてこれまでにも増して真摯に取り組んでまいりますので皆様からのご理解とご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。 結びに本年がより良い1年になりますことを心よりご記念申し上げまして新年の挨拶とさせていただきます本年もどうぞよろしくお願いいたします